あにゃー、日本一カンデラ好きなモデルコ、このチャンネルイムンだー、イエーイ。今日はですね、前々回と、ジャンル別の、おすすめ韓国ドラマというのをやらさせていただいたんですけども、前々回がラブファンタジー、前回が、スリラーサスペンス系ということで、今回はですね、涙が止まらないヒューマンドラマ6000、僕のね、本当に好きなジャンル、ラブファンタジー、スリラー、アクションというあのジャンルもあるんですけども、ラブファンタジーの次ぐらいに大好きなのが僕はヒューマンドラマということで、もう涙がめちゃめちゃ止まらない作品というのが韓国ドラマにはめちゃめちゃあるんですけども、いくつもたくさんあるうちの僕の大好きな、6000というものを一応ご紹介させていただきますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは1つ目なんですけども、こちら、39歳ですね。もう今本当に最も見ていただきたい韓国ドラマといえば39歳、主演がですね、愛の不時着のソン・イェジンさんと賢い一生活のチョン・ミドさん、ミュージカル女優のキム・ジヒョンさんというこの3人が、メイン女優をやられている、ドラマになってます。この親友3人がですね、もう中学校から確か高校ぐらいからのずっと親友で、要は30年来ぐらい親友を続けている友情と人生、そして恋愛観みたいなものの女性の心情が、垣間見れるドラマになりますので、これ、男性もね、本当にこれを見て女性の心境だったりとか考え方、人生というものを勉強した方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。これを見るだけで、本当女性だったりとか、人間の本当に幸せだったりとか深いところまで、垣間見れるドラマになってますので、ぜひまだ見てない人は見てみてください。それでは1つ目なんですけども、こちら、2521ですね。これペクさん芸術大賞主演女優賞にノミネートされたキム・テリーさんとナムジュヨクさんの、ダブル主演になってます。メインがですね、4人ぐらいいらっしゃるんですけども、親友ですよね、学校の友達とひょんな出会いから出会ったナムジュヨクさんとの25歳21歳の、ストーリーとなってます。主にですね、学生時代、高校時代の、キム・テリーさんから始まって、青春と、葛藤を描いたドラマになってるんですよ。要は IMF だったんですけどね、韓国の危機の、時代を今から多分40年ぐらい、3、40年ぐらい前のお話をもとに作りされてるんですけども、その IMF 危機で、陥ったどうしようもない、国と人生の、お話になってます。だからいくら自分がこう、ね、若い時にこう頑張ってもちょっと報われなかった時だったりとか、ある時は報われたりっていう、そういう、こう葛藤だったりとかを思い描くヒューマンドラマになってますので、ぜひこう学生さんも見ても面白いですし、大人になった、方も当時の、韓国だったりとか世界情勢みたいなものを、見ていただければ面白いなというふうに思いますので、ぜひ見てみてください。それでは3つ目なんですけども、こちら、イテウォンクラスですね。もうヒューマンドラマといえばイテウォンクラス、もう最もこれを見てモチベーションが上がり、ワクワク、ドキドキ、燃えたぎるドラマになってます。イライラも募るぐらい役者の演技がすごい、悪役の俳優さんたち、アン・ボヒョンさんとかがいらっしゃるんですけれども、ぜひこれまた見たい人見ていただきたいと思ってます。メインどころがですね、パク・ソジュンさんですよ。マーベルスタジオの、作品にこれから出られるというパク・ソジュンさんと、これで主演女優賞を取ったキム・ダミちゃんのダブル主演になってます。仲間4人で、作り上げるお店をですね、韓国ナンバーワンの企業に持っていくという成り上がり系のストーリーとなってるんで、ぜひ何か夢だったりとか人生の挫折だったりとか、今後の目標にしたいイメージをつけていただければいいなというふうに思います。それでは4つ目なんですけども、こちら、スタートアップですね。先ほどのイテウォンクラスの女性バージョンということで、まるっきり前回は男性がメインの成り上がり系のストーリーなんですけど、今回は、女性がメインの成り上がり系のドラマになってます。同じ感じで本当に成り上がっていく、ちっちゃいね、IT 企業、スタートアップの企業を立ち上げて、そこから、韓国のトップ企業にまで上り詰めていくという、ストーリーとなってます。
ティーブ・ジョブズのようなね、あの男性を演じられるのがナム・ジュヒョクさん、そして女性の主演を演じられるのがスジということで、もう美男美女、今最も20代で輝かしい俳優女優を持ってきたドラマということで、ネットフリックスオリジナルのドラマになってますので、まだ見てない人は見てみてください。それでは5つ目なんですけど、ガチャ、マイ・ディア・ミスター私のおじさん、これ号泣すぎて僕もう3回ぐらい見たかな。ありとあらゆるサブスクで Amazon プライムとか、多分そういうユネックスとかそういうところも見れると思うんですけれども、ぜひまだ見てない人は見ていただきたいと思います。多分今まで言ったこのネットフリックス系の人気作品、ではですね、ない知ってる人は見てるというドラマになってます。ちなみにね、2019年の作品なんですけども、この年最も輝いたドラマといっても過言ではない作品となりました。主演がアイユーちゃんと、イソンギュンさんだったかな、はい、パラサイトの俳優さんなんですけれども、イソンギュンさんとあの兄弟3人と、そのイソンギュンさんの会社のアルバイトとして入ってくる、アイユーちゃん、この4人が、メインのヒューマンドラマになってます。もうね、あのアイユーちゃんって本当はめちゃめちゃ明るくて、感性豊かなクリエイティビティな女性なんですけども、今回のこのアイユーちゃんはですね、めちゃめちゃダークアイユー、そしてもう本当に負のオーラが満載のアイユーちゃんが見れるということで、ぜひまだ見てない人は見ていただきたいと思います。それでは最後6つ目なんですけど、最後だけど大丈夫、 It's OK Not to be OK っていう英語タイトルなんですけれども、主演が、キム・スヒョンさんとソ・イェジさんの、本当に美男美女のカップルになってます。キム・スヒョンさんといえば、まあ、アジアで最もギャラが高いと言われている俳優さん、まあ、韓国で最もギャラが高いと言われている俳優さん、もう超破格なギャランティーをお支払いしないと出れないという、俳優さんになってます。対する主演女優さんが、この最後だけど大丈夫で TikTok 賞をペクさんに演じた賞に取りました、ソ・イェジさん、無法弁護士から最後だけど大丈夫に入ったっていう感じなんですけれども、すっごい切れ長のもう超端正な顔立ちのソ・イェジさんがですね、最初は本当にツンツンしてるクール系な、まあ見た目通りの印象を与えるんですけれども、キム・スヒョンさんと、触れ合うことによってですね、徐々に人間味を取り戻していって、最後にはどんどん顔の表情がですね、柔らかくなっていくというところが、この、最後だけど大丈夫の見どころになってます。ヒーリング、ヒューマンドラマということで、めちゃめちゃ見てるだけで癒される、作品となってますので、ぜひまだ見てない人は見ていただきたいと思います。以上、6000涙が止まらないヒューマンドラマご紹介させていただきましたけど、いかがだったでしょうか。皆さんのおすすめをですね、ぜひコメント欄の方に書いていただいて、一応僕の方でも参考にしていただいて見て、まあ、その感想も今後述べていきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひどんどん気兼ねなくコメント、めっちゃコメント僕全部見てますし、まあ、インスタグラムのコメントでもいいんですけれども、インスタグラム、YouTube だったりとかに、コメント、いいね、たくさんいただけると嬉しいなというふうに思います。この動画が良かったら、チャンネル登録、いいね、高評価、よろしくお願いします。